はい、どうも。YouTube もね、ブログの方も更新がね、結構、この頃しんどくて、バファリンの過剰摂取でね、頭痛と、意味不明な倦怠感と戦っててね、あとはね、今、暑いので、ビニールハウスの中も、汗が止まらない状態で、ちょっと今、過ごして、なんとか体調を持たして、今持ち直してきている、島田です。今回は、はい、これ、見えるかな？人文化、自然が奏でるハーモニー、鳥取県西部総合事務所。まあ、要は、7月の3日にね、狩猟免許の、テストがあって、罠猟ね。で、それの通知が来ました。なので、じゃあ、これをちょっと開封してみます。でね、ここ、何なんだろうね。これ、ちょっとした気遣いなんだろうか。定型型封筒としても使えますっていう書いてあるんだよね。これ、なんか変身するのかな。ちょっとわかんないけど。で、裏がね、こんな感じ。これ、ちょっと記念に取っておこうかどうか。いらない、いらないね。じゃあちょっとこれは開けてみます。おーっと開けました。そして、読んでみると、平成28年7月3日に、米子会場で受験された狩猟免許試験の結果は下記の通りでした。こんな感じ。受かってた なんだろうね、講習会行って、まあ、教科書を見て勉強したのが本当1日だけだったんだよね。だから、特に当日試験の時でも、あれがね、罠、特にトラバサミね、あれ、法定用具かどうかでちょっと悩んで、結局、トラバサミのハサミの部分のギザギザがこうやってあったら、これね、法定用具じゃないの。拘束するじゃなくて傷つけるから。でもあれね、これはないやつだったから、これは、法定用具、傷がつかない、ギザギザがないから、これは法定用具ですっつったら、試験官が、いや、これはね、法定用具かないかで答えてくださいって言われて、だって別に、法定用具、条件がつけば法定用具だし、条件がつかなければ法定用具じゃないんだから、その通りに俺は言ったのさ。でもそうしたらさ、どっちかにしてくださいって言われて、出題の仕方がおかしいよって、若干切れたんだよね。だからまあ何はともあれ、受かっていました。そしてこれがおっと、これが罠猟の免許状。して受かっており、これがね、鳥獣保護の適正化により、まあ、これを交付すると。ありがとうございます。そして、条件、あるんだね。メガネ等使用のこと。まあ、あとはね、これ平成31年9月14日までの有効なので、まあ、それまでには、収納が、研修が終わっているから、まあ、その時はその時で、またぎするかどうかは決めます。まあ、個人的にまたぎがいいんだけど、またぎじゃねえ。そして、おっと、若手漁師参入促進補助金、平成28年度のお知らせ、こんなのあるんだね。で、これを見てみると、参入補助金額、狩猟者登録の処理、罠料が2万900円。年齢が49歳に達する年の登録年度までが補助対象年齢。で、第1種猟銃が2万4100円。第1種猟銃及び罠猟が3万1800円。どっちなんだろう？これは両方持ってる人ってことかな？で、まあそうだね。で、あとこっちが、補助金の申請用紙だね。まあ、田舎暮らし移住してね、まあ、ワーホリから帰国して、今、鳥取にいるけれ、鳥取の日南町っていうところにいるけどね。で、あとは、
あ、こっちに来ても、やっぱりいろいろなことをしたいし、そんなんで、ね、鳥取のこの間行ったシャンテーとか、そう、やっぱりね、いろんなこと、面白いことをしてる人たち、まあ、実際にやって背中を見せてくれる人たちの背中を見ることで、自分にも何かね、刺激があっていい行動だったり、いい行動のエネルギーだったり、発想のもとがあれば、と思って人に会いに行ってます。で、あと今は青年協会の方から話が来てて、で、岡山に、サンソンシェアハウスっていうところがあって、そこに、もしくはまあ、研修制度の許可が出れば、そこにね、実際に農業プラス人を起こし事業っていうところ、ことをやってる面白いところがあるので、そこでね、スタッフとして研修をさせてもらえる可能性がある状態です。で、今、ちょっとね、打ち合わせの日にちを決めてるんだけど、あっちは平日がいいって言ってるから、そうだね。なので、今はちょっと青年協会の方と連絡を取り合ってて、そこにね、行けるかどうかが問題になってます。で、やっぱりその、単純に農業、研修生で今はいるけれども、農業ベースで、まあ、いろんなことをしたいって、ちょっと不純なやつでもあるから、やっぱりちゃんとしっかり現実は見て、それはそれで現実で足を固めて、地方移住を、定住に向けてね、やっていきたいと思ってます。まあ、何はともあれ、この罠漁、なんとか受かりましたっていう報告でした。